一体俺はこれ何をするんだ。え、やるとするか、やるするか。ああ。この島なると人間を向こうだ広めたの始め、あ、そうなんだ。へえ。真のバトル GP も復活したことになる。ああ。そうかそうか。へえ。何をすればいいの？いなくなってんじゃん。そうか。おお、なんか世話しないなんかあるな。なんかやってんね。ははは。何やってんだ君たちは。あ、それそれ。見直したか。懐かしいなこいつら。昔やり合ったからな。昔殴り合いした時は懐かしいよねこいつらと。なんだぜこれ、帰ればいいのか我々は。これ逆か。てれんてれんてんてん。久しぶりだね。ここは変わらんか。ほうほう。そうですね。てててて。ヒゲヅラのヘンテコなところで天気の良くないと見てくれそうだ。へえ。なんだそれ。そんなやつがいんのか。それもじゃああれだな。後々のあれってことにしとくか。戻ってきたぞ。ててててまだ低くなってんのか。やってくれたな。ああ。寝ている。眠りについてるな。そうね。あ、レッツの、あ、そうなんだ。声書いてくる。お、あ、他の方々どういったの？置いた。ああ。そうね。ああ、まあいいんじゃないか。じゃあ、とりあえず、あいつは？まあ、いいか。ああ。え、この後なんかやんの？その、あれを。よし、ま、行っちゃうか。はい。どこからでも変わってこい、顔しやがるな。ああ。お、どこに行っていたんだ、君たちは。レティスが来んのか。おほほ、久しぶりだな、なんか。すげえ、かわいいな。鳥ってかわいいな、なんか。おぉ。あれ、ここ出そっかな。ワンのどっか。もしや。お。激しい戦いを繰り広げたボランとって。ああ。いいね。ちょっとした肩慣らしか。そして。おお、これやっぱあそっか。来たやつ、決勝戦がやってきました。ダークホース、あれなんか後ろになんかいたな。あのエイトの、あのミスターサタンみたいなやつ。アロマ、あれアロマっていたよな。謎の思想を止めた飛行船の船員ですってね。ああ。アマチュア。格の順が思い知らせてあげるわ。なんだ貴様は一体。はあはあ。ずいぶんと。余裕をぶちかましてるね。王者の風格ってやつか、これが。
なかなか暑いな。おお。ほほほ、なかなか強そうだな。これ大丈夫か。テレテレテ。メタパニダンスは聞かないのかな。アトラスでけえな。メタパニダンス早速あるね。ミスなの聞くってことか、やるってことは。やるってことは聞くってことだよな。ミス多いね。ビオナーズでしょ、2回コン行くか。ああ、しかもアトラスも行くからな。危ねえ。なんでこれミスってんだ。怖すぎだろ、ちょっといくらなんでも。ほい。でほ、今。火の息、火の息はちげえだろ。おー、なんということで、火の息は、それはもう完全にあれだな、もう。やっちまってるね。まあ、それなら OK。あ、これ当たったらやばいやつだ。これ当たったらやばいやつだ。これ頼むぞ。いろいろやろうぜ、いつかじゃあ。こうか。ベホー、今。この状況非常にまずい。リホイ、決めた何をしとる、何をしてるんだ、お前は。やばい。全然連携が取れてねえ。連携が取れてねえ。ちょっと待ってくれ。おお。お前どうにかしろ、早く。ハスルよし、いいぞ、ハスルダンス。俺だ。もうダメだ。特技を使わせてはいけない、もう。まずもうとりあえず殴りでも長期戦のあれかも、持ち込むしかないかも。ギガスラッシュ？ギガスラッシュ？なんでしかもそっち行くの？危ねえ。これだ。もう行くしかねえ、これで。もうちまちまあるな。なんかバラけでねえかな、その攻撃する対象のあれが。まあ、いずれ倒せんだろ、これであれば。いやー、やめて。おお。おぶねえ、倒した。こいつさ、倒せば。あと、そのギガスラ、ギガスラが、危険だからな。ギリギリだ。途中、あの変なことしなければ。ハッスルじゃなくて、あの、火の入りだかなんか、その、バケな感じであれをしなければ。もっと早く終わったかもしれない。あと、マトラスはあんな感じなんだな。てれんててんてんてん。いいぞ。やめろ。さあ、ひたすらぶっ倒していくか。てれててれててれてて。ベホー、今。こう、あの表情と、あの、たまらんねえ、なんか構え方と。倒してくれ。おお。クイドリがいると二軸弱とかいんのかな。そこも気になる。おー、粘るな、こいつ。もういいだろ。倒した。倒したね。いいんじゃないかね。そこまで。終わったな。ふう。君が世界最強のチャンピオンだ。おお。モリーだけか、あの後ろにいるの。二人な。ドラクエ8の。ヒーローインタビューと行こうか。あなたの強さの秘密を教えてください。飛んだシャイボーイがチャンピオンになっちまったもんだ。私の代わりに答えよう。お、船長か。
いいおじさんの顔してるな。みんな聞いてくれ。このバトル GP よりもさらに上のバトル GP がある。ああ。なかなかすごいことやったと思ったな。ボロ頑張ったな。ああ、もうずっとひっくり返ったもんね。君のライバルはもうここにはいない。またあの島行かないか。もっと強くなった君が見たいんだよ。またあの島行かないか。行くのか。そうか。懐かしいね、なんか。やっぱここがしっくりくんな。おお。おじさんがいっぱいいるな。真のバトル GP とかあんだな。ててててててなんかいろいろあったな。雪山での約束。ああ、へえ。それじゃ楽しみだな。すげえ荒々しい男だ。ふふふ。とんでもないやつだな。さあ、ボロ準備はいいか。ああ。いいんじゃないのか？そこに戻っていくのか。おお！終わった。終わってしまったか。よし、この懐かしのワンやっと2つだったかな。結構まあ何ヶ月前か。おお、あ、ドラゴンクエスト2から。あ、そういうこと。ワンツー、お、すげえ。俺が今までその出会ったあれだ、モンス、多分モンスターのやつだな、きっとな、これだ。へえ、てか結構いるんだな、こんなに大量にいるじゃないか。まだまだ。これ激アツだな。これ全部揃えたらなんか相当なんか見栄えっつうかなんかすごいことないですね、ですけどね。これは初めてというか珍しいんじゃないの。なんかワクワク感っつうのかな。モンスタージョーカー2なんかあれだな、よかったな。なんか結構初っぱながら、なんか謎のワクワク感みたいなのがあって。なんか全体的に面白かった気がするんだが。なんだろうな、なんか演出なのか、演出なのか、そのなんかもう、そのギガンテスがいたりとか、巨大モンスターってのもなんか、ワクワクするもんな。なんかワクワクする要素も大量にあったっつうのがあるかもしれんな。変な、なんかやたら強いモンスターが出てくるっていう、結構序盤にやっぱあれだよな、その強いモンスターがなんか襲、なんか直に襲ってくるっつうのもなかなかあるんだよ。それもなかなか面白いわね、なんか。か結構あれだよね、なんかいい。いいなんか演出がいっぱいあったっていう、そういうあれがあったな。だからすごいなワクワク感みたいな、なんか全体的にすごいなんかワクワク感があった。なんか雰囲気もいいんだな。なんかね、遺跡とかもそうだしね。なんか全体的にすごくなんかね、いい感じの空気感が漂っていていいね。なかなか面白かったな。やりがいがあるというかなんかね。なんかあの最後のラストダンジョンがラスダンカーのあの空気感もすごい、なんつうのかな、今までのなんかあのドラクエシリーズとかのなんかも比べると、だいなんかかなり恐ろしいあれでな、曲とかもなんつうの。
個人的にドラクエ7の、まあ、ラスダンが一番不気味っつがそんな感じがしたけど、だいぶでもそれになんか匹敵、ま、なんつうの、匹敵するようななんかね漂っていたよ。まあ、8も結構、8もなんかところどころであれだね、ドルマゲスのなんかもいる、なんか遺跡だからなんか、あそこもちょっと怖かったけど、結構そういうあれだよね、漂っていたっていう、そういう感じが。いや、でもなんかやりごたえがある、いい、あれだったから、いいゲームだったから。なんかジョーカー2、今度楽しみだなと。クリア後もなんかいろいろあるのかな。なんかまああの感じだとだ、まあ、なんか続きそうな、続いてなんかまたいろいろなんかありそうな感じがしたけど、ね、その真のバトル、真のバトルグランプリとかなんつうの、まあいろいろあるんだろうな。ジョーカーなんか3まであるのか確か。なんかいろいろあるよな、ね。プロフェッショナル版とかなんつうの、3とかなんか。また本来のモンスターズとはちょっと違った路線で、なんかあれだよね、独特のなんか雰囲気を持ってるような。なのでいい感じなんじゃないのかい。なんかモンスターもどんどんなんか集めれば集めるほど、なんつうの、そのランクの上のなんかモンスターがなんか生まれてくるから、そこもあれだよね。配合で結構久しぶりになんかワクワクしたな、何が出てくるんだろうっていう、この組み合わせで、なんつうの、なんか久しぶりにワクワクしたっていうか、なんか。で、ちゃんとなんかどんどん強くなってくれるから。ちゃんとまあどんどんなんかなんつう、まあやればやるほど強くなっていったから。それも、良かったんじゃないか。巨大モンスターっていうのがあるんだね。あ、そう、巨大モンスター倒してねえじゃん、そういえば。あのミミズみたいなやつと、あと、なんだ。変な空飛んでるやつとかあるんだよな、まあ、そこら辺もあるか、まあ、そのうち気が向いたらいいか。あとゲモンとかどこ行ってんだろう。ゲモン、ジャミラス、あの親子もよかったね。レティスもあれだな、レティスとか戦えないのか。てここ切ないよな。なんかもうこれ聞くだけでなんか泣きそうになってくるよね、この曲を。なんつうの、あーいいね、なんかワクワク感もあるし、なんかいろんな感情あれだな、揺さぶってくるこの曲は。よし、そしてまた戻ってくると、いいですね。まあ、そんな感じで、まあ一旦まあとりあえずはまあここで区切りにするが、ではさらばだ。